ことと見つけたり、修羅道とは倒すことと見つけたり、我悪鬼羅刹となり目の前の敵すべてを斬る。今は昔の物語、我が道極めんとする男あり、血生臭い生き様に矜持まとうは偶然ではなかった。サムライスピリッツ覇王丸地獄編、いざ尋常に勝負なり。1789年、寛政の改革が圧迫せしく、一つの魔性の魂が臨化を挙げて蘇った。大地を揺るがし出現した城は島原の人々を災いに染めている。それに呼応するかのごとく、斧神を修羅に変えた定めに生きる者たちが現れた。指導とは死ぬことと見つけたり、修羅道とは生きることと見つけたり、我悪鬼羅刹となり目の前の敵すべてを斬る。サムライスピリッツゼロ。鉄河を渡り極めんとするは剣の道、斧
刃に死ぬ。我は修羅の道行く羅刹なり。侍初段5スペシャル。